4月7日にね、頑張れプラス後楽園ホール大会があって、さっき大岡さんは高橋さんと稽古とデスマッチをやるということで、まあ、各々主張したいことはあると思うんですけど、僕個人も主張させていただきたい、ガンプロの後楽園ホールだからやりたい試合というのがありまして、まあ、僕 KOD 6人タッグ王座を取ったことで、ここ数ヶ月 DDT 本体に上がる機会があって、まあ、いろんな選手と、今まで戦ってこなかった選手と戦う機会がありましたが、どうしても限定的な参戦だし、 DDT のリングで戦ってきたんで、今度は頑張れプロレスのリングに DDT 本体の人間で戦いたい相手を呼んで、後楽園で、せっかくなら後楽園でやりたいと僕は思ってます。で、もう一人ね、直近で頑張れプロレスという名で DDT に上がった人間で、ちょっとやり足りないな、物足りないなと思ってるだろうなという人がいたんで、その人も戦いたい人と僕が戦いたい人がね、まあ、見事にね、マッチングアプリ並みにマッチしたんで、おそらくあの人が戦いたい人がこの人でしょ、で僕が戦いたい人がこの人でしょ、でこの人とこの人とこの人とこの人がこうね、あ、通ってください、通ってください、通ってください、どうぞどうぞ、会場のね、関係者の方が今通りましたけど、ね、あ、どこまで話したっけ、あ、俺が戦いたい人と俺が戦いたい人がこの人だ、でもう一人僕のパートナーにしようと思ってる人が戦いたいのがこの人で、でこの人とこの人がおそらくいいタッグチームなんで、そんなカードを4月7日頑張れプロレス後楽園ホール大会では実現させていただきたいなと私は思ってます。私の主張は以上なんで、カード発表されるのを皆さん今しばらくお待ちいただければなと思います。それではごきげんよう、さようなら。